ばんは。こんばんは。空飛ぶ感激部のお時間でございます。はい、ございました。本日もですね、ここ、感激三昧日本橋店より生中継でお送りしておりますけどね。泉さんがちょっと遅刻を、はい、遅刻してます。まあ年の瀬なんでね、お仕事もございまして、いろいろね、ありまして、それをかき分けてかき分けてね、人の身をかき分けて今ダッシュで向かっているところですけれども、酔っ払ってるわけですね。はい、酔っ払ってるって言ってたもんね。ちょっとほろ酔いぐらいじゃないよ。そんな中ベロベロで、じゃあ学会ナンバー2の立花祐介です。よろしくお願いします。ナンバー3の竹信です。準レギュラーの森山です。森山さんは学会ナンバー分かってないの？分かってないですね。ほんまですね。ちょっと自分で何番か分かってない。ちゃんとやっとかんとあかんのじゃん。ゼロにしましょう。そう、ね、怖いなんか永久ゼロみたいな。ゼロじゃなかったです。一番偉い。何でしょうね。ちょっと多分あの最後のやつとか見たら全員の学会のやつ出るから、それでちょっとチェックしてください。自分の立ち位置あるはずですよ。自分の立ち位置ナンバーあるはずですよ。ナンバーあるはずです。その幾多の何人もいる学会の中から準レギュラーを勝ち取った男ですか？勝ち取ってはないです。勝ち取ってはないですよ。それ勝ち取ったって僕が自発的になりたいみたいな感じで言ってますけど、もう数多の学会たちをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、全然違います。突き落としてね、はい、私がここに座る。別になりたがってはなかったですよね。ちなみに僕もなりたかったわけじゃないです。今なら入れ食い状態です。もう入れ食い状態です。今はもうちょっとポッて餌垂らしたらプッてつ、あ、違うな、それ逆です。表現が違う。違うな、逆のイメージですね。そうですね。ピョンって飛んだらスッと釣り上げる、スッと網ですくって。いやいや、入れ食いはこうね。まあそうですね。それはみんなやりたいってことでしょ。そうそういうことじゃないじゃないですか。プッて竿糸垂らしてもさってなるでしょ。入れ食いじゃないですか。そうそう、もう明鏡止水ですからね。さってただピョンってどんどんシャッって音が鳴るでもゴッタッと網ですくぞみたいな、そういうことでしょ。そうですね。いやいやいや、何の話かよく分かんないです。何これ年内最後のですよね。そうです、今日はなんか忘年会ということで。そう、全然テーブル何にもない。お酒いるんかなとちょっと思って来る途中に、お酒買いますって LINE グループに流そうと思ったんですけど、やめました。もうね、どうせ毎日飲むしね、しばらくね。からね、確かにね。というわけで、全然、まあ、今年の総括をやりますか。やろうかという。で、来年から、はい、じゃあ今年はどんな年で、うん、この感激部は来年からどうしていけばいいのか。どうにかするんですか。もう惰性でダラダラって言ったらいいんだ。惰性でダラダラ。惰性でダラダラ。ダラダラ言い方。もう惰性でダラダラ、誰が見たいの。え、そんなこと言ったら、もう今の段階で誰が見たいのっていう。今が一番惰性でダラダラです。まあ、やっていこうということですよ。うん、まあ、どうでした？まあ、今年じゃあ、まあ、久しぶりなんで、はい、まあ、1ヶ月の話しましょうか。またね。あ、そうですね。いつもの恒例の。いつも来るまで1ヶ月の話でね、伸ばしていきましょう。何してたやろ、今月。めっちゃ忙しくて。何が忙しいんですか？仕事が撮影がすごい入ってて、なんか舞台、先月もだったんですけど、今月もで、なんか先月の終わりとか週に6現場とかあって、なんか よく分かんない。週に6現場って、でも週末に全部偏るってことでしょ。金土日とかですよね。ねだから、まあ、でも基本5捨てじゃないですか。まあ3捨てから5捨てで、6現場ってなったらどうやって撮るんですか？もう、さすがにもう諦めて人、違う人、フルフルとか、はい、2つ、だって昼夜撮ったら無理やもんね。今日はなんか、今月もなんか先日まで東京に行っておりました。なんか東京の撮影で。東京まで撮影ってるんですか？はい、劇団なんか日本フィンランド演劇プロジェクトっていう、なんかすごい。すげえな、それはもう感激三昧の力。
まあ、ってことですか。そういうことですよね。でも、感激三昧にオファーが来てるってことですか。竹野さん、黒沢セリさんが演出をしてはったので。そうか、じゃあ黒沢さんは感激三昧の人ですもんね。そうです、そうです。で、だから中で回してる。なるほど、なるほど。中で回してる、中で仕事回してる、ね、日本、フィンランドっていうね、数字国同士の意味に取ってまいりましたけど。そうね、うん、それでだから東京行ってあのスピードプランっていうのを今感激ざんまやってるじゃないですか、うん、なんかねあのスイッチングしながら収録して、で3日後に配信しようみたいな。なるほどね、うん、一撃屋さんとかがずっとやってるね。あ、そうです、そうです。はい、はい、メインさんとか、うん、あのイカスケさんとかがやってる、うん、すぐ見れちゃう、すぐ見れるってやつをちょっと東京でもやってみようかっつうので、うん、東京にやりようをこうみんなで東京の人だとやってみようみたいなことを言ってて、それのまあ初動というか、そうそうそうですね、こんな機会でやってますみたいな、割とニッチな機会でやってるので。ニッチな機会。なるほどね、すげえな。本来それ用のもんじゃないものを使ってやってるので。それできるもんなんですね。できるんですね、できるんですよ。だから大変じゃないですか。だからすごい楽なんですけど、簡単なんですけど、だからただ使い方が本来と違うので、うん、多分なかなかあんまり思いつかへんと思う。というので、だから逆にそのいやこれぐらいでできるんですっていうことを伝えに行くという簡単だよ、簡単だよ、誰でもできるんだよ。だからうちの感激三昧で撮影担当しませんかみたいなことですか。そう、なんかそうです、スイッチングやりませんかみたいな。どんどん大体、ね、撮影とか好きな人、カメラ好きな人ってやっぱ多いようになっていくんですよね、だんだん機会がこう、うんうんうん、ええのにしていこうみたいな、うんうんうん、完全にうちは逆を行こうとしているので。悪くしていこうと。安いのね、この装備でこの山登れます。そう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 、だからもう手ぶらでエベレスト登るぐらいのことをやろうとして。それは強靭な肉体です。そう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 、まあだから死んじゃう。まあ技術があれば、技術があってセンスあったらできるよっていうね、実践していこう。すごいな。ようこそ。ようこそ、はい、遅れました、すいません。竹野さんが東京に行ってた話。東京に行ってた。ヶ月の進捗というか、何せた。忙しかったっていう。肩こりが収まりません。で、編集もしてるでしょ。日常的にはやってますね。はい、すごいな。あとはなでも今は大体ちょっと映画を撮った TV、まあね、PV とかは映画も撮ってますからね。はい、どうですか、クラウドファンディングは。あ、順調に順調に順調に何もぐらい溜まったんですか。今ですかこれいや、でもだって調べたらすぐ分かるから。そう見えるからね、はい、分かってるから。55万円ぐらい。うわ、すごいね。目標なもんでした。160万。ああ、3分の1。いつまでですか、それ。あと1ヶ月ですね。28日、1ヶ月切りました。あと4週間です。皆さん、売上のそのこれからですよ。達成率的にはどう思う。売上の達成率なんていうのかな。150でしょ。160でしょ。で、今50ぐらいでしょ。その期間的にどんなもんだ。はい、今までどんぐらいかかったのか、うんうんうん、2ヶ月でここまで。感じですね。だから最初と最後でガッと来るみたいな、うんうんうん、ラストもまたこうバババっていう感じ。そうなんですね。まだまだまだ分かんない。分からんのは分からんのっていう。しかもなんかね、うまい具合に最終日の1日2日前に達成すると、なぜかそこから安心して入れてくれる人がいるらしくて、なんか達成したから、なるほど、ね、様子を見てる。ええとこないちゃんとあるんや、信頼があるんやみたいなのもあるみたいな。達成した後になんか意外にドカドカ来るっていう。そうなんです、ね、それはじゃあなんか別にあれか、タンゲちゃんやからとか竹信さんやからとかじゃない人たちが人なんでしょう、ね、入れたがりが。なるほどね、関係ないけど入れたがりっていう言い方じゃないですか。ファウンドしたがり層があるってことでしょ。いやいや、人のね、夢を応援する方々ですよ。そうそう、なんとかがりって言った。こういうことですよね、皆さんが言いたかったことはね。そういうことですね。そう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 、応援、夢を応援してくれる人っていうね、はい、そう、大事にしてくれる人、そういう方々です。そうそうそう、雑やな。あの人って雑やな。じゃあもうあと4週間、あと4週間頑張っていこうかな。告知ね、はい、
お願いしますっていうだけですもんね。そうそう、それ以外にやることないですからね。そうなんですね。意外にそれ以外にやることが何もないので、ね、いろんなところで言うしかない。で、そうですよね。やってますねっていうのを広げていくしかない。そうなんですよね。一番安いのでなんぼなんですか。1000円です。1000円。1000円です。なんかもらえるんですか。1000円はね、あのクレジットにお名前を。ああ、最後の。最後の名前。それいいですね。載せていただきます。入れとこうか。入れる。やる。ノリノリやる。これ千尾もやるかもしれへんから。あ、そっか。今度ちょっとやった。あいつ戻ってんのにハロテルぞ。お前一部だけ行ってこい。まあでもそれでもね、ありなんちゃう、8口ぐらいやったらわーって並ぶってことでしょ。1000円を8口やったら並ぶの。あ、そんなにいいの。それは1個にだろ。いや、そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。8個名前並んで何になるんだよ。なんだろ、ラストで、あ、並んでんなみたいな。広告いっぱい買ったみたいな。いやいやいや、明らかにもう見てる人バグやと思う。そうね。おかしなってるやん。出演権っていう見学権っていうのがあったんですけど、ああ、まあ、それを、まあ、5万円なんですけど。出演権もあったんですか。エキストラで出演できる。え、そんなの最後の日とかに来たらどうするんですか。いや、まあ撮影はそれでそっからもやってるんで。あ、そっから前やってるんで。そんなアホじゃない。そうやね。それを4口お一人の方が。わ、すごい。一人で4口。そうなんです。じゃあ、シーン、4シーン。つまり4回出れるって。あ、それは4回出れる。いや、出れ、どうなんやろうと思って。4回のエキストラのシーンがあるのかみたいな。似たような感じだった。その人はもう最後にエキストラで名前出るんですか。あ、あのそれもだから協力みたいなところでちゃんと出そう。でも確かにだから5万が一番上って。そうなんですよ。だから単価5万が一番上。だからただただ20万入れたかったっ。多分そっちなんですよね。だからあのじゃあガリーない。ガリガリ言うな。ガリ夢を、夢追い人の応援してくれる。応援したい人。下が。応援して。出演もできるんですけどって言うたら、いや、いいですってことで。あ、だから本当に4口入れてくれはった人を応援したい人なんです。すごいなぁ、ね、直で振り込んでくれたらいいな。いやいや、振り込み先とかないし。そうかそうか、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 一応ね、名目が。なんやろね、でも分かんないね。タンゲちゃんのおばあちゃんいや、それやろ、逆に出てほしいやろ。あ、そっか、逆に出てほしいやろ。いますね、熱心なファンいらっしゃるよね。いや、それは強い。丹下さん、持ってるな、丹下さん。丹下さん一人で20万を確保できるってことですからね。ねえ、すごいね、20万の女だよ。いや、言い方あるよ。分からない。もう今50万集まってるから50万まるまるターゲさんかもしれへんしね。うん、まあね。2万ぐらい竹徳さんかもしれない。だいぶ勝負だよ。今の男です。今の男です。今の男です。いっぱいだよ。もうちょっと上げときましょうか。いや、別にどうでもいいです。そんなの頼んどいたら上がるよ。上がるよ。まだまだ、まだまだ余白はあった。何の余白や。この感じで行くのこれ。いや、これ。いや、これ、ちょっと泉くん来るのを繋いでたんだけど。1ヶ月、1ヶ月総括をしてましたね。先に、視点がね、あの、学会ナンバーとか言うとやります紹介。僕、あ、僕、あ、001の泉です。よろしくお願いします。唯一拍手が起こりました。ありがとうございます。いやー。いやというわけで、今年。今月も。もう一月の話しますか。今月さ、そうそう、あのでも今日さ、うん、なんかまあ、後継者を決めようやみたいな、なんかそんな話を、うん、そんな噂みたいな話してたやんか。でもなんかまあ1年振り返らなあかんから、うん、でも普通さ、覚えてる、なんかやったこととか、この1年とか。俺今年1年は結構覚えてるよ。あ、マジで。今年1年は僕は結構激動というか、なんか環境が変わったというか、いろいろあったので。うん、お芝居、出るお芝居毎月さ、なんかやるやん、一月何してたトークやる、うん、全然出てこなくて、この瞬間に。え、それは毎月の話。毎月の話。そうそれやばいなと思って、今日仕事中にこう書いてきてん、今日、うん、1年何をしたか。入ってきたっすよ。ちょっと今の仕事中で言うのだけ忘れてください。現場の
入ってきて。すげえな。そう。これでも実は結構毎年やってて、うん、そうそうそう。何をやってんねやろ自分はと思って。なるほどね。で去年がこれぐらいやって。うん、ああすげえ。そう今年だからあめっちゃやってんねや俺頭おかしいわとか思って。5/3、3/5ぐらいだ。そうそうそう。うん、だからこれを見ると、うん、は先月は。見なあかんの。みんな出てけえへん。でもそう何もやってない。大喜利やったぐらいかな。大喜利と、うん、あとなんか、お店のなんかお下がりカフェっていうのに行ったりと か、なんかそういうぐらいしかやってないです。後半は結構そんな感じ。そうそうそう。すげえ。盗撮。これもみんな見出したら溜まるやつやで。ごめんごめん。これは俺の鑑定や。何が印象残ってるんですか。いやでもあれですよ、スペドラはですよ。ああ。6月末まではほぼそれなの。それやね。スペースドラマはあの今年今のところ大喜利から始まって大喜利で終わってんねん。そうそうそう、毎年そうやけどね。あ、全部毎年だいたい大喜利からスタートしてるけど。大喜利スタート早いもんね。早い。1月来年、あ違う、来年でも違うわ。来年も1月の9日かな。なんかそれぐらいですね。すごいな。そんな感じで一月を過ごしてました。演劇おじさん。演劇おじさんですね。ほんますね。演劇おじさん。いやいや、お下がりかカフェと大喜利でどこが演劇おじさんなんだと思う。うまいね。でも周りは演劇の人が多い。あ、そっか。そんなことないけど、お下がりカフェ全然やから、うん、西島さんぐらいしかないから。ね、森山さんは1ヶ月の話。1ヶ月はね、そんなに。でもなんか1月、来月が忙しいからその準備ばっかりやね。あ、それ俺もそうかも。図面書いたりとか。ただスターウォーズはもう見に行きました。ああそうなん。スターウォーズね、スターウォーズはもう最後の。なんかすごい演劇人スターウォーズ好きよね。なんか多いね。なんでなん演劇人、映画人も好き。あ、そっか。別に映画好きな演劇人は大体見に行って。あ、そういうことか。みんなだからこの公演終わるまではスターウォーズは見ないみたいな、なんかノリがあったから。ああ、そんなにみんなスターウォーズ好きなんだみたいな。あと鋼の錬金術師見に。どうですかあれは。あ、実写実写のやつ。どうですかあれは。しかもなんかいいのっていうキャスティングじゃなかったの。合ってた。いいの。いやーって、そんなんなんか言われへんやん、なんか。え、なんでなんだ。まあ個人の意見やから言った映画な、そんなもん。言っていい、言っていい、全然。俺も別に仕事は響かないでしょ。そうそうそう。なんか響くんかな、そのうち。わからん。全然大丈夫。いや、怒られたくないやん。誰が一番ってなんか。悪いこと言うんですね。誰が一番。それで十分かな。合ってないなって思ったキャラクター。合ってないって言った子はもうキャラクターだけ言ったら誰か分かる。一番良かったキャラは何、うん、一番良かったキャラは、うん、弟死んじゃう。あ、でも入ってんの。入ってなんで着ぐるみやねん。全然ゼロで喋ってるからさ、知識ある感じじゃないから。実は山田孝之だ。そう中の人銀玉の方。そういやいや、でもなんかあれやろね、ボブサップとかでもやさせたしんどかった。わざわざ山田孝之入ってんのわざわざ消してぼやけさせる。わざわざ見ててしんどいってこと、うん、なんか初めて映画館で、うん、なんか、うん、あとかっていう気持ちが芽生えたのは初めてやった。ハガレン好きなの、そもそも。うん、そう、うん、思い出はある。ハガレン自体にね、余計にみたいなのもあるじゃん、うん、このシーン違うねんな、ちょっとちゃうなっていうのはあるある。やっぱりなるほど、ね、難しいな、ああいうのって。何か、うん、そういう今アニメとか、まあ実写になっていくのが多いからね。いや、だからもう原作以外は全部二次創作やと思って見なあかん、うん、ああ、なるほどね、うん、B と JK で見てんのか、DVD で、うん、全然面白くないねんか、これが、うん、なんかね、あれ警察と、そうそう、警察と女子高生が、うんうん、ポリスと、そうそう、J、女子高生、亀梨君、亀梨君、うん、と、誰やったか、なんか可愛らしい女の子、うん、
もう全然面白くないから、ちょっともう全然面白くないしか言えへん。やばい言われへんやろ。なんかね、少林少女以来の衝撃やって、すごい。少林少女もすごいなって思ったんやけど、なんか設定が結構ありえへんねんけど、なんかありえてる感じにしよう感で頑張ってはるんやけど、やっぱありえへんから。歪みがすごいよね、ああいう時にね。でも漫画読んだの、その後、スタイルでちょっと。ほんなら全然面白い。まあ面白いから。漫画やからよくて、この肉体になると、やっぱちょっとなんか気持ち悪いのなんやろうね。なんか設定自体がありえへんのかなみたいな、警察と女子高生が結婚する前に不良に殴られて血気が出るとかっていう流れがなんかもう嘘やんそうなんてなっちゃう。で漫画でやったら違和感ない。全然全然、むしろわあいいやんみたいな。なるほど、ね、なんでやっぱそれはなんかそうなの、ね、絵であるものとその立体化されて実際のものになるとそうはないよねっていう。だから中途半端に 2.5 次元っぽいことを従ってる小劇場の芝居みたいな。なんか変やね。そうなん、すごいところ結合してきたな。 2.5 次元って、 2.5 次元、 2.5 次元って今日でもちょっとまたいい？いいよ。飲み会やって、飲み会っていうか農会やって、うん、でうちの若いバイトの子が 2.5 次元めっちゃ好きやん、うん、2.5 次元が好きっていうか、テニスのプリンセス、テニスの王子様のテニミュっていう、あれがすごい好き で、うん、でもうなんかボーナス出たのにもうなくなりましたお金って言ってるような声つかんでると思う。つかんやん。そうそう、いや、まず遠征費がお金かかる。あ、そういうことか。で東京でとかやってんの？東京大阪ではやってた、まあ、この間は京都でやってたらしくて、それが3500円って安かったらしくて、そう、なんかショーが1時間ぐらいあって、でなんか最後出演者みんな出てきてハイタッチもしてくれるんだけど、これも追加料金なしって。その追加料金なしで、うん、ええー、やんか、すごいことらしい。追加料金って言ってんのって思って、でもそういう世界らしくて、そんな課金課金してんのっていう。6回回したって言ってて、おお、そっか、2万円全部見に行くんか。そう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 、でグッズも買うし、うんうん、でなったらそれはうちのボーナスだったな。うん、そうね、うん、でもなんかそう、その時にそういう、でもテニスやん、うん、なんか舞台上でパンテニスのわーやるみたいな感じになるやん、うん、絶対、うん、普通に考えたらしかも歌いながらね。そう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 ね、なんかミュージカルになってしまう。そう、ミュージカル歌ってるよ。そうそう、いろいろごちゃごちゃしてるやんか雰囲気が。でもやっぱり全然いいんやって、うん、その何がいいってやっぱり自分が好きな、さっきみたいに鋼の錬金術師が好きやったりとか、キャラクターが好きで、うん、それをこんな3次元にしてくださって頑張って演じていただいてありがとうございますっていう勢いでお金払う。そうね。じゃあ原作はありきは原作ありきない。もちろんもちろんもちろん。その気持ちはなかったな。そうやろ。そうやろ。なかったわ。ありがとうございます。ありがとうございましたなかったな。それはやっぱりなんか作れてるもんが違うんじゃない。まあそうね。だからそれが素舞台で。じゃあ舞台ってだからある意味。お客さんに補完を委ねれるやん、うん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 、だってできませんものみたいな、テニスコート実際舞台上に置けませんものみたいなことがあるから、逆に逃げっていう言い方はあれやけど、お客さんにある程度こう委ねれるけど、映画ってもうパッケージングというか委ねられへんやん、ね、もう全部作りきらなあかんから、やっぱアラが見えた時にあれって思うんじゃん。余白やね、うん、余白ないし、あと作るときにどうしてもだから原作っぽい雰囲気にしようみたいな、明確に思わずになんとなく引っ張られてると映画の手法と違うので、そこでズレが生じてきて、なるほどなるほどね、なんかおかしなものが出来上がるっていう、そういうことか。気持ちは正しいんですよ、原作を大事にしようとなんとなく思ってるんですけど、方法論が違うのでやっちゃいかんことをやってしまって、だからなんかそこでちゃんと冷静に見れるか見れないかというか、そう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 、ちゃんと切り替えて、これは映画やからゴリゴリにしようっていう割り切りがあればいけるんだけど、関わってる人数も違うもんな、まあ、だって本あの漫画ってやっぱこう作家さんとこう担当者でこう話して決めているとか多いと思うね。映画ってなったらこういろんな大人がやっぱいるから、まあ、制作そこにやっぱり ね作っていく作品のなんか泉とか方向性とかもどんどん変わっていくっていうのは、一口というかやっぱり決まってるらしいね、最高限度額が。
何の予算の、あの一社が出せる限度額が決まってて、スポンサーが、いや要は制作委員会って、うん、要はいろんな会社がこう、うん、お金を出して作るわけよ、うん、ただそれでその最大限が決まってる、最大限が決まってんねんって、公正取引委員会みたいなのが決めてるみたいなこと、分からへん、でももう大人の事情で、だから結局急に変なところが来てドンって自分の好きなようにやれへんように、大手がこんだけ出すったらそれ以上出されへんみたいなのがあるらしい、そういうルールがあるんだ、うん、あるんだって、なるほどね、横から入ってきてか、そうそう、だから中国資本とかでガーンって来て、中国資本からめっちゃ流れてきてるらしいねんけど、結局何やったかな、アニメの現場に中国資本から金が流れてきてんねんけど、それを全部そのお金で一個のアニメを作ると要は日本の老舗のスタジオというか力持ってるところが左右できなくなるから、それをめっちゃ分散して分けてるらしくて、じゃあ大きいところが1個ボンって出すから、そこには権利力がいかへんようになる、うん、でも分散するからアニメの数むっちゃ増えてるやんか、なるほどね、うん、だからめっちゃ数は増えてんねんけど、クリエイターも追いついてないし、なんか権力をキープするためになんかいろんな工作が行われているという噂を岡田敏夫が言ってた岡田敏夫が言うてるんやったら間違いない、それはソースはあれ知らんねん知らんねん何やねんって感じ、まあまあね、一応業界の方すごいなっていう話らしい、なるほどな、うん、へえ、まあね、なんかいろんな大人のコントロールが、ね、キャスティングなりなり、ね、なり、うん、それをやるとでもね、いろんな人の意見が入ってくるから、制御するやつがよっぽど制御してないと、誰が作ってるかわからんものが出来上がっていくやばいパターンですよ、うん、みんながいいと思ってるものが集めてみましたって言いながら、誰がええと思ってるかも、ものでもないもの、いやでもあそここうした方がいいんじゃないみたいな、ちょろっと来てパッて言ってパッて変える人がいっぱいおるみたいなことでしょ、ああどんどん誰もで、ごったにしてなんか乗っていたら、ねなんか良かれと思った人がいっぱい集まってきたら、そうそう、味濃いねんけどなみたいなそれは困るんだよねみたいなことを言って帰ったりしたらカットしたり、ね、さよならジュピターみたいな映画ができるわけですよさよならジュピターパッと出てこないけど幻の湖とかみたいな映画ができるわけですよ全然分からへん、どんなやつ、東宝は昔なんかちょっとラリってる時期がありました。ラリってる時期。東宝ってラリるんや。東宝がラリってる時期は対策を作ろうみたいな時期で、会社設立50周年記念映画って言って。1900何年ぐらいですか。もう80年ギリギリぐらいじゃありますかね。幻の湖っていう映画を、ものすごい対策で作って。まあ意味がわからない言われててすごいんですよ、話全然わからない、シュールってこと、いやあのね、誰が制御してるでもない謎のシーンがいっぱい続くっていう、なんかだからまあ、まあ、こんな映画って言えないから順を追って説明すると、うん、まずね、主人公、まあ、新人さんなんですけど、うん、新人の売り出そうとしたんでしょうね、ナンディオレビーさんっていう人なんですけど、主役で、まずこの方が、脚本監督橋本忍です、うん、あの黒沢の原作、あの、うん、脚本とか書いてるので、橋本プロダクションっていうすごいでっかいプロダクションで、うんうん、まあ、日本映画 の, あのそれまで の,、ね、あの、うん、大御所ですよ、うん、で、だったんですけど、この映画を撮ったせいでキャリアがぶっ飛んで今いなかったことになってますぐらいすごい、そんなレベルなんです、それぐらいの経緯が失墜しちゃったぐらいの大失敗作、大失敗作なんです、それは興行的にこけたんですか、興行的にはぶっこけて、そうなんですよね、もう50周年記念映画から全国ロードショーの予定でブワー宣伝しまくって2週間で終わりましたね、で、これね、派手にこけたな、場面があの、まあ、新人さんが、うん、売り出そうとしてる新人さんの、うん、が設定が、オゴトのソープ場です、うん、もうちょっと怪しいじゃないですか、その50周年記念映画で、うん、ね、でもそういう作品やったんじゃないんですかってわけではないですか、違う、どう思うじゃないですか、これどんな映画なのやろう、なんかこう人間ドラマとかになっていたのかな、うん、なんかそういうね、闇のね、ね、この主人公のがヒロインが犬が大好きなんですね、犬が飼ってるんですけどね、うん、犬がね、ある日ね、
死ぬんですよ事故で。事故でっていうか、でもそれ で、それでなんで死んだんやっていうのを調べていくうちにどうも殺されたっぽいっていう話になっていて、ね、サスペンス、サスペンス風に途中からなっていくんですよ。途中から。そうそうそう。最初は最初は心温まる。最初はなんかそういうあのソープ場の人間ドラマなのかなと思って、うんうん、あ、なるほどね。そうそうそうなんですね。で犬がどうのこうのって言うからちょっとおかしいなと思ってたら。サスペンスになってきて、ほんでどうも犯人を追っかけるみたいな話になってくるんですけど、うん、犯人がどうも東京にいるらしいと、うんでまあ、東京に行くわけですよ、うん、ほんで東京でいつもそいつがランニングしてると、うん、いうところで、うん、気づいて犯人って言っても、まあ、犬殺しただけなんでそんな大したものじゃないんだけど、小物ですね、でまあ、ね公園とか走ってるのをそのここでねあのあれなんですけど、オープニングね、このソープ場ずっと走ってるんですよ。ランニングが趣味の人が、はいはいはい、走ってるその犯人の音楽家なんですけど、作曲家なんですけど、そういう作曲家がね走ってるんですよ。犯人が作曲家、犯人が殺した、ね、それを、ね、はい、それをね追っかけ始めるんですよ、うん、ランニングし、うん、ついてこいつやっていうので、うん、そしたらここからなんかよくわからないことに競争になっていくんですよ。ジョギングしている2人が、そう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 、追っかけられてる方も向きになって抜かれんようにって頑張り始めて、ここ女になるわけです。意味わかんないでしょ。なんか捕まえるやつ、ね、そう、目的がわからないんですよ。お前に殺したやろって言いに行ったのに、サスペンスからのコメディ突然の追っかけてる方も追っかけてる方でダメだ、引き離されていくみたいなね。だん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 もうレースみたいな、お探しもんや、レースみたいな話になってきて、あ、なかなかやな。そう、それはでもまあ1回目東京でそれで失敗するわけですよ。追いつかれた捕まえるの、ね、そうなんですよ、うん、逃げられた。逃げられた。物理的に逃げられた。ランニングじゃなかったらいいじゃん、チャリンコ乗ってたらよかったんちゃうかな。そうなんですよ。なんで走って追っかけてるか全然わかんないですけど。でまあそこで一遍日も行けるしな、終わるが、あの逃げられたってなるんですよ。ほんでまあ執事のうちにあのおごとに帰ってくるわけですけど、ランニングで逃げられて、そこでおごとで、ね、あの琵琶湖の周りをさまよっているとですね、笛の音が聞こえてきてですね、これがですね、あのなんかここからねバンって場面が飛んで戦国時代の話になるんですけど。それはそこまで来たらなんかやっとあ変な映画やなって感じがする。戦国時代にだからその、あの恋人をと殺されたせいで、信長に殺されたんだったかな、うん、でそれでそれにあの文句を言いに行ったせいでそれ本人も死んでしまったお姫様みたいな話が、うん、2、30分続くんですよ。完全に時代劇の話で、あ、全然違う、もう関係なく、うん、ぶっ込んできた、ぶっ込んできたんですよ。バーってぶっ込んできて、そのなんかそこで笛を吹いてる、その笛っていうのがだからその、 あのそのお姫様のあのアイテム持ってた笛みたいなんで、うん、今でも伝承されてるみたいな話になってくるんですけど、もうこの辺で何の話なのかみたいななってくるんですよね。そしたらそこで、ああ終わった終わったと思って、その話終わった、二人とも死んだかわいそうねみたいなところで話が終わったら、そこに作曲が今度はおことにやってくるんです。もう一回何しに来たかわかんない、逃げたの、逃げたの、そうそう、作曲家みたいな、そういうあれではない、あったかなぁ。いや、それは分からないんだって。来て、ほんで、あのソープ場じゃないですか、ソープに来るんですよ。ほんで、あ、こいつやってなって店来た、店来た、逃げられたけど、店に来たって。無税の再会、包丁で刺そうとするんですよ。展開早いな、展開早いな。それやったら、ジョギングの時にジョギングの時に投げたらね。当然逃げるじゃないですか、バイバイバイって逃げていくんですよ、その作曲から。ジョギングで一回追っかけてるから第2ラウンド、第2ラウンド追いつくか。修行してたんかな、その間に大丈夫かな。見てないところで修行しててほしいな。これもまた同じ展開になって、うわー走っていくんですけど、走ってる最中に逃げてる方がこのままではあの追いつかれてしまう、こういうコース走ってとかいうような説明をし始めて、あの脳内のナレーションみたいになって、それ走らんと警察行きもうしっかりお前どうやってじゃなくて警察どこやったっけって、そうそうそう、包丁も取り上げてるし、
追っかけてる方も追っかけてる方でずっと追っかけ続けて、なんかいろんなことを考えながら、それがナレーションで流れるんですよ、うん、このスピードではこの坂道ではどうだろうなって思って、そんなそんなこと犬のことを思い出したのかと、殺された犬のことを信じよう信じよう、おかしい、その二人が田舎道、大ごとの田舎道を包丁持ってる女と走って石で逃げてるおっさんが永遠こう20分ぐらい走り続けるっていうで、これがね、追いつけるか追いつかれへんか、やつに負けるわけにいかないみたいなことを言い始めて、ヒロインが。で、どん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 走っていくと、琵琶湖のあの橋あるじゃないですか。橋の上で、ついにね、追い抜いてね、やったいや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 、追い抜いてやった、よく見て、手の中にある包丁を感じて、何のために走ってたか思い出して、そうそうそう、勝ったって言って戻っていて刺すって、刺すって完全勝利を目指してたんやね、完膚なきまで叩きのめしたかったな刺した瞬間にバーッと血が噴き出すんですから、そう、そしたらそれのバーッていうのに合わせてスペースシャトルの発射シーンになるんですよ、エッチなシーンの時、波のシーンみたいな昔のやつはねベッドシーンで急にシーンだからザバーンってこう波打ち際のやつになるやつ、ね、バラエティ番組にそのスペシャトルにその笛を吹いてた、現代で笛を吹いてた人が乗ってて、なんかね、宇宙へ打ち始めて、まあ、あの琵琶湖の上空 何千キロみたいなところで、琵琶湖の上にその笛を置いて、なんか幻の湖がここにあるみたいなこと言って、バンって終わるっていう、何にも分からへん、ね、誰が制御してるのかも分からない、だからこういうシーンあったらいいんちゃうみたいなのをいっぱい入れちゃったんやけど、すごいな映像が綺麗とかそんなわけではない、映像も綺麗んですけど、綺麗からっつって何よっていう感じじゃないですか、こんなまあそうか、そうか、でもちょっと見たいな、なんか気になる、めっちゃ気になるかも、ライブで流してくださいものすごいなりますよそれはもうみんなでヤジを飛ばしながらみたいな、すごいな、すごい映画ですね、なんかセリフとかもよくわかんないんですよね、だからあの突然、だからあの石仏のみんなが見てるシーンで、突然あの外人の女の人がいるんですけど、飛行機の音がキーンってしてきて、パッて見たら見上げて、そのアメリカ人っぽいんですけど、その人のセリフは、あれはファントムではない、イーグルだ、イーグルはすでに実戦配備されているって言ったりするんですけど、え、何何の意味が好きな人がいたのかな、それ言ったらすごいね、飛行機がそれぞれに言われたかもしれないってこと、そう、だからいろんな人がこういうシーンいいんちゃう、うん、そうだね、いいねって、こういう戦国時代の回想とかあったらすごい大作風だよね、みたいな意見とかが、大作風だよね、みたいな、最後宇宙だよとか、そういうものだけ、側だけでできてる、なるほどね、書いてったらそうなんだって、そう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 、あれ抜けてるじゃないかって言って、これ本当にいるのか、ちょっと話してくれよ、ちょっと待っててくれっつって、ジョギングで抜かすシーンどうなったんだあ、すいません大御所やねその人も大御所やねだからどういうお話にしたいみたいな、おそらく持ってた人がいないせいで、なんかどこに向かうかばっかりわからない、難しいですね、もしかしたらだから誰しもが50周年というプレッシャーを受け止めたくなかったから、責任を取らずに終わってしまったのかもしれないですね。書いてる人は本人なんですよね。ゴーストじゃないですか。本人なんですけど、なんかもうあのめっちゃ反省してましたね。あ、反省してるというか本人。じゃあ隠しの。ごめん。すごい、ね。そうしかなかったか、ね。そうね。そうしかあるね。あるでしょ。そんなあるんですか、泉さん書いてるときにここもっとこうした方がいい。まあ、それは結構ある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 っていうか、もうだから今年なんか演出でそうやったからおっといろいろね、この人ちょっと飲んでるほうが面白い、そうそうそういろいろ、ね、あるんですよ、そうやった、そう、でもだから今もだから一応まあ演劇の番組やからじゃないけど、演劇のことも考えて言ってたら、結構そういうお芝居ってありますよね、なんか なんでこのシーン入れたんやろうとか、急にこんなんなってみたいな、急に裸で踊りだしたでみたいな、
ったりしてあれなんやろなとか思うけど、まあでも意味あんねやろなみたいなのがあって、でだからすごい興味があったんですけど、でも一方でそういうのもあるよねっていう、例えばプロデューサー側からしてこのアイドル売りたいからとか、なんかこうこの子はちょっとこういうのは NG でみたいなのがあると、作家が書いてきた脚本に対して、あこの笑いこうやねんけどこれ NG やからちょっと変えなあかんなっつって、うん、ちょっとおもんないやつに変えるみたいなことはあるあります。それはもうおもんないやつに変えるしかないの。でもまあ仕方ない部分もあるよ。戯曲賞とかもおもろいと思って書いたやつとかで、うん、絶対このコンビニちゃうわ、ファミレスの名前はデニーズがおもろいなって思って書いたけど、うん、やっぱショーになってこうわーって広のなんていうか本にして売らなあかんから、このデニーズダメですって赤いのにこう書かれて、あそうなんや、そうだから検索せなあかん、デニーズじゃないくってあの感じが出んのなやろみたいな。もちろんだからガストでもダメやし、その固有名詞やったらダメってこと、ココスやったらいいと、ダメダメダメ、だからファミレスとって言わなあかん、そうか、ウォークマンとかもあかんわ、あそうそうそう、その商標登録されてるやつはあんねや。でも戯曲賞ってそうなんや、うん、デニーズおもろいやんって思ってたから、うんうんうん、言葉の響きもあるやろね、うん、コンビニやったらポプラがいいやんみたいになるやんか、うんうんうん、あそうそう、だからそこら辺で変わるっていうことはあるよね、なるほど、そうそう、なるほど、そこをカッコで始まるファミレス名、でも そんな処理をするときもある。だからファミレスやったらあまりにここちょっとクスってもらいたいなって思うのに無理やから、で〇〇みたいなファミレスでさみたいな、あ伏せ字を使うパターン、でもそれやとテンポがとかいろいろ考えるからなんかちょっといろいろあるねんけど、なるほどね、うん、でもそんなあるやねん、いろいろ起こるよね、もう全然強引にちょっと話浮かんだから帰っていい？いいよ。もう最近さめっちゃ交番多くない、うん、交番、ね、交番問題ね、もうあれとかさ、そういう、まあ確かに外部からこの1ヶ月で一番起きてるのは多分それやと思う、そんなに多いの、俺全然分かってないねんけど、1個だからヘップであったでしょ、そう金下ろしの交番で、その後の謝礼を使って、いやその前に1個どっかあったような気がする、そうなんや、うん、あって、で羽下ろしもあこうやって2人目やと思って、うんうんうん、で謝礼をつが4人やったっけ、5人、最初1人降りて、でその後あと4人だったかな、ほぼ最初1人降りたから演出が代わりに代役で入りますって言ってて、うん、その後4人降りて、4人降りるって何それ、ボイコット、分からへん、いろいろあるんやと思う、なんかいろんなご事情があると思う、降りた理由が命の危険を感じるでただその公演がまだ始まってない、明日マジか、命の危険を明日から松井和代みたいなこと狙われてるんですみたいな、すごいよね、でも私みたいなかもしれない、でもまあちょっとやめますお芝居、コアな集団や、彼女たちはシャレオツっていういわゆる、セクマイというかレズビアンたちで結成した、またなんかそういうだから内容もレズビアンの話をしたりするんで、なんか交渉にはしたくないっていうのがあって、ちょっとだから交渉高い、高い、うん、そうそうそう、うん、でいい感じに、いい感じ、あんまりこういうのってなかなかこういい、うん、今語りにくいじゃないですか、こういうジェンダーの問題とかね、いろいろ、まあそのセクマイの問題もそうです、うんうんうん、じゃないねんと、もっとアホなことしたいねん、うん、もっと分かってくれというようなことを彼女たちが言ってて、なんか自分たちのそのやつを高く上げたいとかじゃなくて、うんうんうん、普通なんだよっていうことにしたいってこと、そうそうそう、なるほどね、他もある劇団がそうな状態な、でも確かに過激らしいのよね、そうなんや、でもがっかりアバターの坂本くんのシャレオツは見てくださいみたいな感じやった、うんうん、あそうだね、ちょっとそうそうなんかトラはグッときたものが、もうなんかむちゃくちゃですよ、お前も結構やけどなるほど、だからなかなか面白そうやなと思う、こんだけ宣伝したからいろいろ言うていいよね、宣伝した、宣伝になんの、明日からオーバルシアターでやってるんじゃない、あ、明日からない、関わってんの、全然全然やけど昔ちょっとなんかいろいろそのやってるベティちゃんっていう子と一緒にお芝居したりとか、うん、SM 系の話とかなんだね、いやボーイタッチとかなんかあのいわゆるレズのその受け攻めみたいなのがあるじゃないですか、男の子っぽいレズの子、なるほど、はい、女の子っぽいで、それがどっち攻めなのか受けなのかみたいなのが、うん、
なんかその子らのやり取りみたいなことがまず多分あるんやろなって感じには見てたら、僕も知らんからないよ、うんうんうん、立ち猫ね、でもさっきみたいなことをするみたい、いやあのちょっと意味は違うけど、いきなり宇宙のシーン変わるとかなんやねんみたいなことをするので、る、ね、噂は届いております、はい、なんか演劇はまだでもなんか宇宙のシーンって言われてもセットが変わったりするわけじゃないから、なんか繋がってんのかなみたいな気になるけど、そうだね、映画はしんどいな、宇宙行ったら宇宙ですからね、でしかないですよね、戻してくるの大変ですからね、降板とかしたことある、降板したことある、何で何で、経過、経過病気、いや心が病んで、おお、そちらもチラシとか名前載ってる状態、載ってたんちゃうかな、あ、載ってなかったかな、稽古はしてた、もう19、20歳、劇団入って2作目の時の客演先に、ごめんなさいちょっともう無理ですって言って出演決まってたんですけど、降りさせてくださいって、もう稽古段階で、また最初の方やったってこと、多分な、最初の方やったか中盤とか、もうそんなに覚えてないけど、ちょっと自分の劇団の公演でいっぱいいっぱいになってて、降りたことはあるかな、なるほど、だからあの子羽下ろしの棒とかさ、うんうん、なんかあれは何ですか、なんでなんですか、いや毛がある、そんなふわっとしか、ご飯行って、うんうん、ちょっとあの怪我した、うん、なんか SNS とかもわーってなったなんか ね、 あのね、大丈夫、いやいやいや、いやれたな、あ、稽古中か、ゲネかなんかの時、ゲネ、いや、ゲネかな、稽古中だと思う、確認してる、いやでも結構ギリギリやったよね、あれ確か、うん、確認、うん、あ、これゲネじゃないの、いや、小屋入りしてから、小屋入りしてからやね、え、落ちたとか、そう、なんかリフトみたいなのがあって、はい、こう、なんやろ、なんか2人1組でこう上げ、いやこれもあくまで噂やからね、わかんないですけど、組体操的なことやってて、でこの2人がその子を上げるっていう時に落ちちゃったのね、あらあら、落ちた時に首を強打して、で首が頸椎なんかがいったのかわかんないけど、もう動けなくなって、気づいたらもう翌日みたいな状態になっちゃった、首がね動かないっていうのはブログで書いてあって、それはこれ公表されてることや、そこまでは聞いてないわ、怪我しただけ、だから、まあ、それはご本人がちょっと書いてたりしてたから、あれやそれ半身不随とかなりかねへん、いやだからまあそこはもうすごく舞台が怖いとこというか、もう本当にやっぱり怪我はね、怪我も出るし、死んじゃうことだって、盾でね、昔盾の稽古で死んじゃったりとかもあったから、あ、今年実は転落して亡くなった男優さんがいましたね、いましたね、それありましたね、かなり有名な、そうだね、そうですね、大きいところでね、バシオマチコさん、わしはマチョカさんの旦那さんですか、そうや、まあ、そんな、まあ、そういう話もあるし、でも、もう一方で、まあ、そういう話もせなあかんけど、なんかその交番とかってなったら大変じゃん、いろいろ、いやいや、まあ、商業でもあったから、二人に女優さん、宮沢りえ、いや、あのなんか揉めてるやつありましたね、どっちが悪いやないやみたいな、誰やったっけ、なんか、あの結構有名な女優さんが演出もやってて、みたいなやつ、へえ、ですよね、7月やったか、うん、夏にやった、夏やった、なんかの時に、いや、9月や、9月、うん、2人ぐらい降りるみたいな、へえ、どっちが悪いみたいな言い合いになってるやつありましたね、あ、そうなんだ、あるなのかな、難しいね、あと土下座さしたのかんのですね、あ、そう、土下座さしたとか言ってましたね、なんかね復帰の時とかどんな感じやったの、え、復帰の時とか、まあ、自分のところの劇の自分の男の劇団は出てて、うん、出てて、あ、そうか、でも飛んだって感じじゃないもんね、だから断りしたって感じだもんね、稽古がこう2つ同時進行やったみたいな、その時に自分のキャパシティオーバーになってしまって、うん、事前に言うといたって、ごめんなさいって言って稽古段階でちょっともうこれ以上僕抱えられへんわって言って、ごめんなさい、本当のところもごめんなさいって難しい話をした、うちも昔あったっていうか、俺が昨年やってる舞台で一人男の子が2週間前ぐらいに連絡つかんようになっちゃって、そうそう、わーってなって、で結局出てんけど、なんか今思ったらもう全然、あの当時もわ大変やけど、まあええかみたいな感じだった頑張るわみたいな感じだったけど、
内部はねって今思っても、うんまあ、その子に対しても別にいいやけど、うんまあ、それがお客さんとかやとさその人目当てに来てたりとかもするから、まあねうんうん、チケット買ったりとかなんかそれはなみたいな、うん、難しい問題だよねっていうのは思ったりはするよね、うん、なんかねちゃんと説明できたらいいけどね、うん、そうねそうね飛んだとかになっちゃうともうね、うん、信用問題がね、うん、なくなっちゃうなかなか難しいねそうそうあちゃうわ それはねそれでいやこう交番ごめん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 なさい交番話、ねうん、だから僕らも交番した時に次誰を立てるかっていう話ですよああここですね、ね、ここですねそうついにそう今日僕が農会でこれに立った時に飛んだあいつ泉飛んだぞ、うんうん、まあ3人で話しましょうするよねそうだよねそれはね残念なことにねあの誰かがかけても大丈夫いや分かんないよだからこのスタッフが飛んでもたらじゃあもう今日は休みです休みするかみんなでよく行くかいやいや携帯でやるしかないんじゃ、うん、あ携帯でできるあなるほどね、うん、いやもうスマホも禁止スマホも禁止なんで禁止って何禁止するの禁止するじゃあもうやめようやめるか今日はすいません、お休みですで ここだけで普通にやったらいいんじゃないの来たいって言う、来たいっていう、ねまあ、ゲストの方はゲストの方も呼んでるし、ね、もいるしそっかそっか、そうだね、うん、見に来てねそうね、見に来てねって配信ないよって配信はしないよっていう、ね、僕ら別にお金もらってるわけでもないしなそう、ね、チケットとかあるわけじゃないから返金とかもないからそうね責任がどこにいやでももう責任の見どころだからこうやって来てくれてはる寒い中さこの人たちに対してもうとりあえず一生懸命頭を下げたらなんとかなるなるほどね人としてそう人として顔と顔のつながりでなんとかなる範囲だからまだ僕らのいやまあ ありがとうございますのこのねそうですそうです真摯に対応すればなんとかなんとかねあのそれは鬼じゃないんだから鬼じゃないそれはそうだとは思いますけどね、そんなになんか、なるほどねね、予算がね、うん、200万動いてるとかじゃないですからね、1回の場合、あこの200万どうするんだみたいなことに ね、福井さんがぶわっ切れてやってきたりとかしたらね、ちょっと、あどうにかせなあかんなって、おい、誰か代わりのスイッチャー呼んでこいみたいなことになるけど、そうじゃないからな。ただ今でもスタッフさん側が何かあった時は分かるけど、うん、こっち側が何かあっても別に何もない何もないやあそうか何もないっていうことになっているという、うん、めっちゃ理想の現場やねでもそれすごいねそうな、うん、ないのがいい消防署消防署ファイヤーファイターはいない方がいいみたいなあちょっとちゃうかったどうした未然にねそうそうそう感じかな後継者をなんかいろいろ上げてみたいなとか思ったけどでもしんどいやろみんなあれそうでもしんどい話しんどい話しんどい話してしんどいっすかどうなるなめんどくさいっすかいやめんどくさいいや跳ねた回はねやっぱやって楽しかった楽しい、ね、スマップの回とかむっちゃ良かった思ったじゃあまあでも企画考えてっていうところが要はちょっとどうすんのみたいな感じにはもうあるしもう結構そのミーティングをさ、うん、朝10時から12時にやるよ、ねうん、しかも土日の大概ね、うんうん、でもあの枠すらいろんな枠が入ってきてああまあねそう忙しくなっているよねそこすらもう最近結構みんな取りにくくなってきてるでしょ揃ってること少ないですね演劇おじさんだからちょっとこれ新しいスキームを考えるのか、うん、なんかね、うん、ちょっともう誰かそれこそもうこんなロートルーやんもう言ったらだから若い子とかねもっとこう前にいろいろ少なくともこういろいろ世界発信をされてるわけですから有益な情報をこう言っていくとかさ、うん、僕ら有益な情報持ってないですからねそうそうあのねさっきの映画の話でかなり有益だったなもうあれは若手にはできないちょっと見たい見たい見たいめっちゃ喜んでると思う吉野泉の人生き地引きいやいやめっちゃ喜んでるかな脚本監督だけいやもうやめてくれもうやめてくれこれ以上広げんといてくれかもしれないですけどねなってるかもそうなでも後継
しゃーっていう。なんか一人マスコットみたいに入れる？ピョンって。坂本くんとかさ、ちょっとマスコット感って。わかる。杉原くん。言うやんまたする。うん、え？あれ？うちとか言うやんまた。自由な。まあ白塗り。だからあの坂本くんは俺らがおるから自由。うんになってしまう部分がきっとあるし、まあ、ゲストとして呼んでるしね、はいはいはい、それをこっち側だよって言って呼んでみるかどうかってこと、ね、あでも一回だからやってみたら、あでも試験的にやるのはありかもね、逆にそのこっちがゲストになって、うん、MC をゲストに呼ぶ、うん、おー MC やりたい人ってこと、ああなるほど、あでその、まあ、まあまあまあ、まあまあ言ってることは分かる、なんか誰かと話したいことないみたいな誰か、うん、でもその方が俺は出やすい、うん、坂本くんに会いたい、ちょっと改めて話し、例えばアンディに改めて話したい人とか、うんうん、おらんって、うんうん、俺らセッティングするからっていうので呼んできて回してもらうとか、そんなもんいいかもね、うん、もう完全に俺らがずっと聞き手やから、だいたいパターンとしては決まってきてるから、うん、そういう意味ではその聞き手を変えるみたいな、うん、そこの裏を俺らが裏という言い方あれやけど、まあ運営であったり、ね、運営としてこうサポートするみたいなのはもしかしたらありかもしれへんけど、うんうん、そうね、そうね、それはそれで大変な気がする、めんどくさそうですよねそっちの方がめんどくさい気がするな、うん、いや、あのいいんやけど多分ね、みんなの性格的に興味ないやつになった時の2人のね、あのちょっとね、性格的なところがね、なんか俺この話興味ないねが顔に出るからその時のゲストはもうどうしたらええねんそうか、そうね、そうね、そうね、興味を持つためにどうすればいいんだろうって考えてる顔やね俺は。ああでもそうやな、それ会議でも結構そうやったりするもんね、うん、できるだけなんか僕は興味のありそうな顔の練習をしてるだけどさ、もう確実にあの入ってくる子がもうマスクとかしてるからそれマスコットやんそれたまになんかマニアックな映画の話する人もそうか、でもそうか、それもあるよね、やっぱり どんな人を呼ぶかにもよるから、結構いろんなジャンルいろいろ攻めていってるけど、なんか難しいとかね、そこね。そうね、なんかやっぱテーマをこうね、うん、やっぱ決める。やりたがる人いるんですかこれ？他に若い人。おるかな。うん。いやでもなんか昔だから福ちゃんとかに、なんか福ちゃんと高井君、二人がいつもあの反省会コンビやるやんか。反省会コンビ。あの二人がもうずっとこれをやっていくと。知ったらなんかいいなって思った。2代目。どうかな。そう。2代目やろ。竹野さんはずっとそこに。時々映画そっか。竹野さんは固定ない。あ、いいね、それは。あ、そう、固定。竹野さんおらな。誰がおらなあかんの？竹野さん？竹野さん。なんで？なんで俺が？分からへんけど。帰りたいな。俺も帰りたいな。帰りたい。放送中ですよ。でもおしゃべりしたい人じゃないとできない、そっかそっか、でもなんかこうこの前の会議とかさ、うん、なんか後継者問題をしゃべろうって言ってたけど、うん、なんか考えた、なんか後継者誰がいいかなみたいな、だから後継者誰がいいかなっていう考え方ってとても上からやなと思って誰かが やらしてくださいやらしてくださいってこう、もう入れ食いで言うてんやったら誰がいいかなやねんけど、誰も言ってない、シーンってした時に誰がいいかな以前の問題やんって思って何も考えてない、大丈夫です、師匠と何番ですか、引く手余ったですから、もうここはもうガンガン来てますから、だからますか、それは今乗せてる方とかいらっしゃいますか、いやそんな来てないけど、それはナンバーチームからもう全然ない、ナンバーチームあのでもナンバーチームよね、だってさっき言ったら、まあまあ、席も言ってるもん、だからナンバー、ね、ほんまにだからふーちゃんが言っとったりもしてて、あそうなんや、できないですけどやらせてもらえたらやりたいです、あ、まあまあ、アンディもそうやったし、うん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 、小山くんもそうやったし、あ、ね、だからそういう人はいるし、うん、かなって感じ、だから逆に大悟さんとかになってくると、まあできるけどみたいな、まあまあね、上手にこなしてしまうパターンもね、そうそう、うん、あるから、他はなんかそういうコーラとか、それこそ今こうグイグイ頑張ろうとしてるその羽下ろしの子とかさ、うん、そのシャレオツの子とかさ、うん、
上からとかいうよりか、うん、ウィンウィンの関係みたいな。ウィンウィンの関係。2月に1回ぐらい。ちょっとでも会議来てもらっていろいろこう。そうね、引き継ぎせな、ね。引き継ぎせな。引き継ぎ事項。引き継ぎ事項あるんですか。会社感。そうそうそう、ありますあります。まあでもね、受け渡してしまったらもう。あれでしょ、何もないでしょ、僕らもう好きなようにやってる。ちょっといや、僕らはみんたまにチェックするくらい。チェックするチェックするチェックっていうのが上からやね。なんかやたら OB みたいな感じくるじゃん。そうそう、おやってるマイク使ってんだ。俺らの時はなって言うやつ。あ、そう、もうちょっとね、跳ねさせれたなみたいな。あれ拾っといたら。止めて、ここ止めて、ここ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 。どうしよう。急に先輩風吹かすやん。それやりたい。まあでもまあまあまあ、だからこのメンツが増えるっていうのは僕多分あるかもしれへんけど、なんか女性アシスタント入れる入れへんみたいな話があった。だってさ、本当僕はむしゃくするしようなおっさんばっかりとかはやっぱり若い女の子あるわ。かといって女の子来たからってやる気出るか。めっちゃ頑張りますよ。知らんけど。知らんでしょ。興味ない時とか別に女の子おるおらん関係ないじゃないですか。そういう下ネタというか下心とかっていうので動く人じゃないじゃないですか。そもそもあなた。でもなんかちょっと可愛い子とかいるとちょっと元気が出そうじゃないですか。ああ、出そう。出るんじゃない。意外に出ない可能性もある。いや、僕ね、これは出ない。出ない。だってエロい話で盛り上がられへん人が、その可愛い女の子ってよってならないはずなんですよ。めっちゃなんか感激三昧のスタッフの人がニヤニヤしてるからね。せいしょ。グーの音も出ねえ。そうなんです。でも映像の奥の可愛い子にはまだテンション上がるかもしれないけど、リアルな女の子に絶対テンション上がらない。そういうことか、そういうことか。なるほどね。うん。あ、そうかな。なんで結婚できたんや。お前ね、すごいね、奥さんほんだら。いや、わかんないですけどね。なんか そんな気もだってね、エロい話したら、いや、僕もそんな言うてもらうな。そんな盛り上がらないですね。ね、うんうん、盛り下がるとかでもない。うんうん、でもなんかエロだけじゃないじゃないですか。なんかちょっとここ可愛らしい花があるとか、なんかそういう対象として、うん、全然反応ない。いや、純粋に意味がわからなくて。あ、そっか。そう、うん、それを、うん、犬とかでもいいよね。犬とかがいいな。なんかずっと猫がこうキャンキャンしてて、急に話してた時に、あ、全然、あ、いいなって。あ、ルンバとかでもいいですよね。ああ、いや、なんかちゃうやん、ほら、一人だけ。もう当たらへんねや、かわすんだね。よう焼けてるのよ、焼けてるみたいな。まあまあ、ああ、ああ、これくらいの雑誌もわかんねやな。たまに可愛いかもね、なんかジュースとか持ってきてくれたらさ。あ、いいですね。ペッパー君、ペッパー君は。あ、いいね。ペッパー君でかすぎないですか。そう、ペッパー君でかくないですか。トークも入ってくるしね。そう、喋ってくれる。もう一度言ってください。全然ペッパー君に振ってないのにめっちゃ話しかけてきて、ペッパー君今じゃないねんみたいな。ずっとくるくるしてる。でもシリとかでもいいんじゃないか。あ、シリでもいいかも。シリ起動させとくだけ。うん、あ、そうね。聞き取れませんでした。邪魔になるだけです。しかも見た目的にも何にも変わらへんから、なんか、うんうんってなったけど。難しいなぁ。難しいですよ。まあでもなんかこう、企画をする人間を増やして、その面白い企画を、まあ、立案した人をもとに、うん、あ、面白いねっていう人だけでやるみたいな風にはできるかもね。僕らは多分外れられへんと思うねんけど、うん、なんとなく。でもだから、うん。もうちょっとこう、学会員でだから LINE グループ作ったりします。無理やり100人ぐらいね。100人ぐらいで、うん、なるほどね。で、なんかやりたいことありませんかみたいな。でも多分みんなわーってなったら大会しました。何人か来るやん絶対。グループ LINE ってそういうな。あ、大会したらやん。大会したらテロップから消そう。結論つって棒線横棒入れっていうやつと、LINE やってないですみたいな人。あ、まあ、それはもう、もんぶり、もんぶり。もうしゃあない。もうしゃあない。LINE、もうそれ、
そこまでだから厳密じゃないから、うちはもう緩い感じで、ね、そうそうそう、 LINE してる人のみ。大会しましたが、うわって出たらちょっとあれ、いや悲しいですね。悲しいね。いやいやいや、絶対笑うでしょ悲しいって思ってないでしょ。いや、でも僕はショックを受けます。うざがられてるな。コニコして言う話じゃない。その時間帯によってこう、うん、わーって急になんか盛り上がりだしたら、うん、もうちょっと、うん、通知オフにしとけなって思うんですね。はいはい、あるある、まあ、公演情報上げる子とかね、うん、いるかもね。そうやな、難しいな、こう継者無理やな。すごいですね。そもそもなんで後継者譲りたいの？いや、僕は結構実はガチで言うと譲りたい。いやもう、うん、まあだから2つですね。じゃ時間が取れなくなってきたっていうのはこれリアルな、もうすいませんね、リアルな話で言うと時間が ほんまに物理的にちょっと取れなくなる。ここの時間は取れるんだけど、うん、いやここの時間も結構先月とかも本番があったりとか、うんうん、そうするとやっぱりちょっと日々時が出てきたりするし、うん、曖昧な時もあるのね。稽古があって、うん、この日にスタッフさんが来るかもしれないけど、わからないみたいなけど、来るかもしれないから休まなあかんとか、そんなんもあったりするから、だからなんかそこがちょっと、まず一つ目であって、うんうん、忙しい。そうやね。そう、まあ、言うたらそれもあるけど、だから。あともう一つはさっき言ってた、なんか譲りたい気持ちがやっぱもう譲りたい気持ちがやっぱり譲りたい、なんやろな、なんやろ、うん、なんかなんでやろうね、そう、なんでやろうね、ほんまやね、式が近づいているとかそうかもね。それはあるかもしれない。よくそんな笑いながら式が近づいてきてるとか言う。お前は笑いながらお前死ぬでみたいな言ってるのです。公演とかもな、子供のことばっかり見たりとかするから不正が多分えぐくなってんねんけど、その裏には多分この主としてもうダメになっていってるから。だから合ってるんかな、四季が近づいていってるから次に何かを残したいみたいな、隠居したいめっちゃ言うやん。まああります、正直僕はそうだな。お二人は持てるからもやんこも知らんけど、僕だってもう準レギュラーやからもう、うん、もともと出てなかったりするもんな、うん、俺もでももうそんなにこう頑張って喋ることはもういいかなって思ってますよ。なんかこう、いや、うん、毎月毎月やるっていうのはちょっと大変やなっていう気はしてて、それこそまあ昔はこういっぱい喋ってなんか自分の考えてることを分かってほしいみたいな、もしかしたら、うん、そういうなんか承認欲求的なものがあって、スタートの頃はあったけど、もう最近そういうのがないから、だからスンってする時、ほんまにスンってできてしまう、なんか言わなみたいなのがなくて、ね、スンってできるようになってしまった。気配を消すっていう技を覚えた、うん、やっぱ俳優たるものはさ、やっぱ目立っちゃいけない時は目立っちゃいけないからね、うん、やっぱりそれはもう渡して、うん、そのシーンの主軸の人にパッと渡すみたいな、うん、そういうことがまああるので、だから楽しい時もあるし、いろんな人と触れ合えるのはすごくいいねんけど、確かにその自分の多分時間の使い方のシフトがちょっと変わってきてるというか、うん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 、っていう気はする、優先事項が変わってきてるなっていう気はしてて、確かにその、うん、後継者じゃないけど、だからもっと言ったら後継者を作って感激簿を続けなきゃいけないのかみたいな、そういうのを考えるちょっとやばいな、こうやってね、来てくれてある人を目の前にして言うのは本当に申し訳ないんですけど、事情が変わりやすい、今だけの話、うん、今だけの話っていうのも思うよ。もう俺らにやれることはもうやってるじゃないこの3年でっていう、3年でもう40数回やってるから、そうそうそう、40数回やってて結構やったんじゃないかという、あの感激部を始めた当初のあの熱はどこへ行ったんだみたいな気は若干していい、やってる方やと思うよ、40回ぐらい毎月やってるって結構、うんうん、なんか、うん、よう言われるけど、よう続くなっていう感じ言われるから、っていうのはちょっとあるかなっていう、うんうんうん、だから水曜どうでしょうもね、ある程度やめて一生どうでしょうで年1回になったみたいなね、
感じで、あれね、休憩してもいいかもね。そう、なんか、ね、充電期間でやりたくなったらやりますみたいな、うん、絶対放電するから、ね、絶対なんか、なんかそういうのはあるかな。めっちゃだから企画やってる時が楽しい時期は当然あったやんか、うんうんうん、最初の方結構だ、うん、こういう企画でこんなことしよう、こんなことしようみたいなのがあって、試しみたいな、まあまあそれでだから自分の中のストック、その全くやらなかったことから始まってストックがどんどん使われていって、うんうん、今度はストックをためなあかんっていう状況になってるから、うんうん、それなんかもうそうやな、ここ来てもなんか、まあ、楽しくないことはない、うん、楽しいん、全然楽しいし、うん、いいねんけど、なんか会社で疲れてここ来てちょっと発散するみたいな感じになってるから、なんかもうちょっとやるんやったらちゃんと、うん、なんかちょっと、うん、ややるよって話やねんけど、いやいやいや、分かる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 、これは確かに感じてはいる、正直ね。ちゃんとしますか、じゃあ。いやいや、ちゃんと、いやっすよね、いやっすよね、ちゃんとするんやったらちょっと感激三昧から予算を、あー、そっか、そやな、金が動いたらもうちゃんとするしかないから、そやね、まあある意味全然こっち向かうようになったみたいなことにもなって、どこに金をかけるんってなったら、どこに金かけるんですか、ね、人件費かけようがない、人件費、わざわざ水曜の夜開けてもらったりしてるから、ね、まあ、定休ですから、定休ですから、そうですね、お二人に時給は出てるんですか、時給は出てるんですか、僕はそこまではわからない、出て、まあまあ、出てる、すいません、じゃないんじゃないですか、あ、そんなことは、でもあの人ら社員やからさ、うん、固定給でしょ、うん、ほんでもおそらく見出し残業や、あんなもんそんな人たちを横目に僕らはやめようかみたいな、いやだから向こうも、いや、やめてくれたら休めんのにと思ってるお前や、逆に無理やり後継者だから探さなくていいよ、だって定休日は探しとんねん、向こうも、いや、よく気づいてくれたって思ってるよ絶対思ってる45回目にしてやっとや成長遅いのってなってるかもしれない、まあそんなことも踏まえてね、だから、うんうん、でも僕やらしてくださいっていう人がおるんやったら、おればね、ぜひぜひ使ってくれ、全部いろいろサポートするし、うん、もう引き継いでくれってなるんやけど、なんか別にそうでもないのに、なんか無理やり誰かに押し付けるようにやらんやったら、もう別に一回この辺で一旦こうなんか仕切ってしまってもいいのかなっていう気はしてますけどね、年末に何の話してんねやろな、年末らしい話、うん、ちょっと終わりに向けて終わりに就活をね、うん、来年1年で就活を、せっかくやから50回まで行ってその静かな50回記念でそのさっきの映画の50周年と同じような感じ、50回記念で、50回までにだからなんかやりたいですっていう人が現れなかったら、うんうん、やめないで、やりたいですみたいなのがあれば、うん、あのちょっと次げようかなけどすごいな、だから、うん、こっそりこうすってあ、まあ、でもあれですよね、うん、あの今までの過去のゲストの人とかがいてはるから、うん、あのこの番組をもし本当に、ね、引き継ぐ人がいたら、そういう人らって多分番組の名前を通してあのつながりを作れると思うので、そうですね、まあ、そういうコミュニケーションを作る場としては、ね、あの自分のコミュニケ人脈作りに使っていただける運動ではないかなと思います。いいこと言うじゃないですか、それなんで最初に言わなかったんですか、今思いついたからですいや、まあ、これブレストです、ブレストです、大事な遠回りそうそうそうちょっと言ってたけどね、立花君もなんかそれぞれのワーキングチームみたいなの作っていって、あ、はいはいはい、毎回そのなんかジャニーズラインみたいなのを、うん、作って毎回こうそれぞれやっといてもらって、なんか上がってきたら、あ、じゃあそこ主体でやりましょうみたいな、こうやってもいいよねみたいな話ね、とかっていう話をして、それにもちょっと近いかもしれない、そこ、まあでもなんかちょっと呼びかけてみるのはありかもしれないですね、やった、全然知らない人に、ね、俳優さんに出てもらいたいなみたいな時でも、なんかこの番組の名前を使って試合になっとけばいけるじゃないかっていう、ね、そうだよね、逆転する時も一発でいくよ、なんかこんなんで一回一緒になって、ああ、あの時どうもみたいなとか始まったりすることも多いですからね、そういう使い方もできるんじゃないかなと思って、出会い系ですね、出会い系ですね、出会い系
いいっすね。出会い系。出会いを求めてる人に。出会いを求める。そうそうそう。出会い系。アプリみたいな感じ。これは多分感激で全然意味わからへんな。女性無料で。女性無料。女性無料。男性有料なんですよ。有料なの。愛せちゃう。そうなんですね。大変ですね。出会い系。その入ってきたお金はやっぱ僕ら。まあまあ運営費。運営費としてね。運営費としてね。何時今もうぼちぼちですよ、お時間的に。あ、もうそんな時間ですか。一応だから今日こういう後継者の話をしましたから、ノルマはこなしてるんで。何なんノルマみたいな作業的な感じ。ノルマになってるんですね。何かありますか。今年1年どうでした。今年1年ね、長かったよ。今年1年森山さんも激動です。森山君激動やからな、ほんまに。長かったな。激動の年でしょ。前半の6ヶ月は長かったわ。なんでか分かんないですけどね。スペドラやん。スペドラ。うわぁ、ね。めっちゃ長かった。長かったしか言うてん。長かったしだけをめっちゃ言うてるやん。せやしな。今年でも僕はね、僕関西小劇場ほぼ出てないんですよ。Nトラぐらいか。Nトラは小劇場かどうかないんですよ。確かにね。だからこうなんか 三宮かあれも。そう。で、もう小劇場の人、まあ俳優さんは小劇場の人ですけど、うん、その前にニブロールの、あ、ナイハンさんとかあるやろ。だから関西小劇場界で活躍してる団体さんとの絡みがもうほぼない。空中空中ぐらい。名古屋だけど。名古屋まあでもまあそうやね。うん。でもなんか新鮮で良かったですよ。だからもう。柳原さんもそうやし、原田さんもそうやけど、東京メインでやってる人ばっかりとやらせてもらったから、うん、僕はすごい今年は刺激的な現場が多くて楽しい。今のやってるターク、正義感いろいろな刺激を受けてるんで、ああ、なんか、ね、意識改革がちょいちょい起こってて楽しいですよね。うん、なんか面白かった。引っ越しもしたし。いろいろ身辺の風景がね、変わったんでね、だいぶいろいろ自分の中で変わったな。思い出の年になったな。おお2017年。私でも、いや、でも前半長くなかった。長かった。いや、これがめっちゃ長かったよね。共有してる。この長くなったって言ったよ、冒頭。ここが1月から6月なんなんだ、業務が多かったの。業務が多かったね。スペドラ企画めっちゃ多かったもん。まあでも最後、あ、そっか、ユースト配信とかめっちゃやってたもんね。全然もう全然終わらへん。そう、全然終わらへん。11回ぐらいやってるからで、それに一応行くことにしてて、森山くんはもう毎回おるし、ご丁寧だから。そんなもあれ、それそんな LINE が30個ぐらいあるの。ライングループが、ラインが、ああ、やらなあかん、その動いてる、動いてる、10個のパッケージがあのいっぱいあんねん。動いてるそのやつが、そう、キプルな、結構きついなっていうのがありそう。まあまあでもだからまあまあわーってなったのあるんやけれど、なんかだから普通はさ、出演とか演出とか脚本とか、もうだからそれに企画とか運営とか講師とか審査員とか大喜利とか。大喜利ってそんな準備いるんですか。大喜利結構俺結構やってたのよ、大喜利。ああそっか、なんか結構いろんな大喜利やってたのもんね。そう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 、いや準備がいるっていうよりかはなんか大喜利が講じて即興小説バトルっていうやつやってたとか、反応朗読ショーでなんかそんなとか、そういう系も膨らんでいったりとかしてるから、なんか何をやってるのかがわからんかっていう、うん、何は分からんことないねんけど、そうそうそう、だそれが広がった年だったなっていう感じをしてて、うん、このままいったら俺来年死ぬなと思ってそうだから何から断っていこうと思って、何しようかな、やっぱり感激部ぐらいから前にね、うめえやそうそう、なんやろね。でも、うん、まあまあまあ、なんかでも思うようになった。逆になんかあ、軸がやっぱり増えると、そう、断るっていう判断をしなきゃいけないんだなっていうのが切実になってくる、うん、ああ今まではその判断はやってなかった。うん、だから100円とかなんか
これ書いてくださいとか言われて、まあそれなりにあるやん自分の中で、うん、ここまでやったらこうして受けます、これはちょっと受けませんみたいなのがあったけど、うんうん、困ってんねんとか言われたらみたいな感じで言ってたやつを、ここまでのつもりが結局ここまでやらなあかんようになるって、ね、そうそうそう、ほんでよういろんなとこ怒られるっていうパターン、怒られてんねや、やってるからこんな膨れ上がったけど、それがやっぱちょっとそうやるとやっぱ他も回らんくなったら余計大変でしょっていう、やっぱボートに一人は落とさなあかんみたいな残念やけどね、その水何人人落ちてんの、そうそうそう、でもなんかそこをちょっと考える年にすごい力入ってましたね、そういや、まあ、来年からはもうちょっとそんな感じになってくるのかなという気はします、なるほどね、いやそれがいいですよ、そうすることによってね、一つ一つを大事にできるようになりますから ね、 ね、会社でちゃんと仕事するのあかんしね、ほんまはしてないんだ。いやこれ作ってたからね今日とかね。色今日はまあ全然あれですけど。いつもう仕事納めしたんですか。今日仕事納めしまして、ちょっと私来年からまたちょっと一つこうあれするんで。ここで重大発表じゃないですか。いや部長じゃない。一応一筆系で、はい。そうマジっすか。そういうのございますんで。すごい。いろいろ考え。こんなに演劇やってんのにまだまだ登れるんですね。そうですね。さすが泉さん。そんないろいろあります。バイタリティ溢れる男だな。感激部やってる余白ない。いやないですけど。お前な。責任重大なんて続けていこうかな。どんな演劇を捨ててでも、どんなイベントを捨ててでも感激部だけは。ただ僕らは困ってるんですって絶対行かへんと思うけど。全然行かへん。休むの分かったいいよいいよもういいよ、ね、休み大変なんやろ言って LINE、まあのスタンプでごめんって言うからピロンってそんな感じでしたよ、山さんどうでした？割と後半に入ってから時間できたんで、前半6月ぐらいまではなんか大変ですよ、ね、みんな6月やな、それいやスペドラスペドラ、ね、スペドラもありますし、仕事の忙しかったのが、まあ、家がバタバタしてたっていうのが、ああ、いいよね、家の問題が片付いたので、なるほどね、楽になりましたけど、スペドラっていう、だから今、あと、あれですね、だからその感激三昧の業務とかも、前半の方がいろいろまだだから移行しきってないっていうか、その、うん、あのフリーでやってた時の、ああそうかそうかそうか、はい、その被って被ってたんですね、再生移行みたいなのが社員の割と肩がついてきて、なんか別のこと始めようかみたいな感じの余裕が、僕だけ余裕が出てきたありますね。僕はそんなパツパツじゃないですね。定職に就いたのも今年でした。定職と言ったらあれだけど、昔から正社員の子が仕事してるんですよ。社員になるっていうか、フリーから、あ、一昨年、一昨年、一昨年の暮れぐらい、そんなに今年の暮れ、1年以上かけてやっと落ち着いたんですね。フリー半年ぐらいかかりましたね、やっぱりそんなみんなが来年頑張るよっていうね。終わろうか。はい、うちですね。次の企画も決まってないね。そうだから今から会議ですよ。そうでしょ。皆さん、どうしようかわかんないですけど。次の企画？あ、そうか。そう、来月何するか。その次の次はどうやこうやいう。そうか、次の次ですね。そうです。来月何するかなんか何も決まってないです。間違って終わりに再来月の告知を入れちゃいましたね、今日のエンド。あれ、そうなの。うん。じゃ間違いです。間違いですね。それは一個先ですね。そうですそうです。間違ったら情報が流れます。間違った情報は。こんな感じなんですよ。分かってないんですよ。自分たちが何をやっているのか。僕たちは自分が何者か全然分からないんだよ。そうですね。今間違えてただけのじゃないですか。俺ら悪ないね。今僕らは次ないって分かってました。あ、恥ずいから終わり。さ、安定みたいな感じで言うのやめてほしいね。そんなこんなで、でもまたよろしくお願いします。いよいよ年をいいですかね。はい。よいよ年をしましょう。よいよ年を。よいよ年を。お迎えください。ありがとうございました。